平塚競輪公式 YouTube チャンネルの大人気企画、競輪選手とドライブデートしてみたということで、今日も競輪選手の愛車に乗って、おすすめスポットに連れて行ってもらいたいと思います。今日ドライブしてくれる方はこの選手です。おはようございます。どうも、競輪選手の佐藤隆二です。はい、ということで今日のドライブのお相手は佐藤隆二選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい車で登場しましたね。そうっすか、普通じゃないですか。これは何ですか？これはジープの、グラディエーターっていう、元は普通のラングラっていう後ろが荷台になってないタイプなんですけど、これは後ろがトラックの荷台になっているタイプの車ですね。へー、あんま赤の車とか乗ったことなかったんですけど。へえ、はい、かっこいい。開けて、まあ、バイクを積んだりして、はい、出かけたりとか。もう多趣味な佐藤選手には。そうなんですよね、っていうあれですね、はい、ということで、はい、今日はこの車でドライブさせてもらいます、はい、ではじゃあどうぞ乗ってください。いただきます。はい、行ってきます。では出発。はい、何年ですか選手になって。もうなんだかんだ16年。おー、練習方法も変わりましたか。変わりました。へー、はい、どんな感じに。どんな感じに。まずトップスピードが前提にあって、うん、そこをいかに楽に出すか。自分なんかはそういう自在で走ることの方が多いから、うん、その常に楽してられる方がいい、うん、常に余裕を持ってる方がいろんな動きに惑わされないし、はい、鼻歌歌いながら走るぐらいの気持ちでいたい、まあ、無理だけど、うん、そうだね。ガッツポーズ歴何年。ずっと15年。うん、デビューしてだから初めて優勝した時ぐらいから。はい、おー、うん、結構あれも賛否あるじゃないですか、レースの中だとどうしても、うん、ね、うん、自分もちろん一着は喜ばしいですけど、うん、レース全体を見てこう控えてた方がいいとかも言われることもある中で、よくやり続けましたよね。いや、もうめちゃめちゃ言われるし、うん、その、まあ、選手から言われることはもう気にしないようにしてるし、うんうんうん、もし俺から勝ってなかったとしても次は俺もまた頑張るから勝ってよねっていう意味も込めてのガッツポーズだから、うんうん、まあ、その例えばレース最初のうちは本当マジ 何があっても一着ならするって思ってたけど、うんうん、やっぱね、その太陽落車とかがあるレースで勝つ、うん、その不幸にもそういうことが起きて、うん、勝った時にやった時に、まあ、自分の中でもちょっとこう、うん、よかったんかなみたいな、うん、そうどうかな、うん、でもここでやらないっていうのも、うん、みんな一生懸命走った戦いの中だからこそ、うん、そう結果があるわけですね。そうそうそう、誰かが手抜いて、うん、手加減したレースで勝ったんだったら、うん、そんなのお前手上げんなよって言われるのはもちろんだけど、うん、みんながみんな勝ちたいと思って全力で走ってる中で不幸にも事故があったりして、うん、自分は勝てました、うん、で思いながらやってた時があったから、うん、自分の中で区切りとして事故がない時にしよう、うん、一つのルールとして、うんうん、でもね、たまにあるんよ。気づいてなかったみたいな。気づいてなかったというか、うん、早めに事故が起きたことによって、うん、忘れてゴールして、ザッ、あみたいな。残り2周とかのスピード上がる前とか、その前後ぐらいで、ちょっと転ん、うん、落車があった後にレースがバッと変わったみたいな。そうそうそう。ああ、確かに。そこまで申し訳ないけど、余裕はない。うん。まあ、ねえ。で、それが余裕ないなら、ね、やるなって言われたこともあるけど。ああ。悲しかったんだけど、その要は落車があったから、うん、しませんでしたと、うん、あのガッツポーズを、うん、で開催終わって、はい、せっかく遠く休みがあったんで、うん、見に行ったのに一着でガッツポーズ見れなくて残念でしたっていうのを見て、うん、うわ、そういう人がいるのに、うん、自分の判断でやめていいのかっていうふうに思ったんですよね、うん、できなかったじゃなくてやらなかったっていうことで、そうお客さんを悲しませちゃったっていうのがあったんで、そう、まあ、競輪ダーツ部の部長ということで、はい、今日はダーツをしたいと思います、はい、今日は、はい、茅ヶ崎市にある、ビニアードダーツ
競馬クラブさんでダーツをしたいと思います。教えてもらえますか？教えてもらいます。大丈夫です。お願いします、はい。頼もう。おはよう。おはよう。こんにちは。どこ？何？すいません、お邪魔します。じゃあ佐藤選手を真似します。ああ、対俺右利きだからじゃあ対面だね。うん、で、まあ、手の高さはまあ真ん中に自分の目線から真ん中に行くぐらいの高さ。あ、良かったです、ね、次が佐藤選手は地元、うん、平塚、はい、11月にありますね。暑いですね。恐怖しかないです。久々ですか？今年の頭に走ってるけど、うん、速攻落車。あ、正月早々辛い思い出なじゃあ締めくくりでチャンスですね。そうなんですね。もうそろそろ、ね、優勝が欲しいところですよね。だって S 級最初上がった年なんか一回も決勝戦乗れないで影響起こって、うん、己を知り、うん、っていう中で次戻ってきた時優勝できて特別とかも出て、でまた特別で壁を知りみたいな、その諦めではないけどやっぱこう現実は見たよね、うん、だからこそそういう中で活躍してる神奈川の後輩がいると、うん、ちょっとでもその近くにっていう気持ちでやっぱ練習してるし、だから今の方がなんていうの、神奈川の選手の層がどんどん分厚くなってきて、うん、むしろだから若い頃より練習量が増えてる。あー、はいはい、いやこの練習じゃあいつらについていけないとかっていう恐怖感とかそういうのも含めて今もう36になったけど今の方が強度は高い練習をしてるかなって思う、うん、競輪大好き歴もう何年？36年生まれた時から、うん、だってベビーカーに乗ってる競輪場の写真があるからね。あー、もうずっと人生が競輪ですね。いやー楽しかった。いやありがとうございました。もうそろそろ着きますがはい、楽しかったですか？めちゃめちゃ楽しかったです。新たな世界が広がりました。ああよかったです、はい、じゃあダーツ買いに行きましょう。マイダーツマイダーツをまず道具から大事ですね。はい、形からです。はい、到着です。ありがとうございます。ありがとうございました。とても楽しかったです。はい、棒読みです。